こんにちは、リンパケアサークルイルフアの鷲見です。今日はリクエストをいただきまして、パソコンですね、パソコン作業をしている時の、眼精疲労の、ケア方法について、リクエストがありましたので、そちらをご紹介していきたいと思います。眼精疲労、もちろん目を使いすぎによって、疲れてくるんですけど、実は特にパソコン作業、デスクワークなんかは結構ありがちです、なんですけれども、実はここです、咀嚼筋っていう側頭筋ですね、側頭筋っていう咀嚼筋が硬くなる、聞いたことあるかもしれませんけど、実はデスクワークしてる時って無意識なんですけど、かなり食いしばってます。で、そうすることによってここがグッと硬くなる。で、目の周りにある眼輪筋という目の筋肉があるんですけど、それが文字通りこの側頭筋にこうってくっついてるので、これが硬くなると目も硬くなってしまって、で、そこがここですね、側頭筋と目の周りが硬くなると自然に循環が悪くなることによって、眼精疲労、まあ疲れが溜まってくるっていうこともありますし、あともう一つ、最近マスクですかね、デスクワークでもご自宅ならマスクはしてないとは思うんですけど、もしかしたらそのお仕事に行ってデスクワークであれば多分マスクは必須だと思うので、で、マスクっていうのが当たり前なんですけど、耳をこっちに口の方向に引っ張るんで、ちょっと斜め前下の方に常に引っ張られますので、そうすると耳がぐーっと引っ張られることによって、今言った側頭筋と上耳介筋っていう耳の上に筋肉があるんですけども、その筋肉と今度耳の後ろに後耳介筋っていう筋肉があって、で、ここの後頭筋っていう後頭部の筋肉があるんですけど、要はこのエリアが硬くなりながら目が硬くなると、もう文字通り頭の中から全体的に循環が悪くなって本当に目が疲れてしまうっていうことが起こってしまいますので、その今言った対象の筋肉を緩めるというのがかなり有効だと思います。で、一番簡単な方法としては撫でるっていうことがあるので、それがいいのかなと思うんですけど、それにプラスして今日は揺らすっていうこともしていきたいと思いますので、気になる方はぜひやってみてください。それでは、やり方を説明していきます。で、やり方としてはまず先ほど言ったみたいに、対象を1個ずつしていきます。で、一番の大ボスというか一番強い筋肉がこの側頭筋という筋肉になりますので、この側頭筋という筋肉をただ撫でましょう。最初はね、まずここのこめかみの上あたりからこめかみを通って、実は耳の上にもあるので、このこめかみとか耳の上あたりをもう上から下にサッ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 と全体的にこのように撫でていってください。で、続いて今この撫でたエリアの側頭筋のところに手を当てていただいて、こういうふうにふわですね、まあこめかみあたりです、こめかみの斜め上あたり、耳の上にかけて触れていただいて、こちらの方で耳たぶの付け根に触れていただいて、こちらの方の耳たぶでくる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 と回していってください。いいですかね。で、くる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 です。で、イメージとしてはこの触れてるところに揺れを伝えるようなイメージです。ただ揺れを伝えるんですけど、強くグリグリする必要はなくて、弱い刺激です。弱く、本当に何だろう、コップの上の水をポチャンってするぐらいの本当に弱い刺激を伝えるようなイメージなので、直接的にグワングワン動く必要はあまりないぐらいの気持ちと弱さで OK です。 OK ですかね。で、続いてです、今度は眼輪筋っていう目の方行きますので、目を今度このように内側から外側に向けてシャ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 と撫でていってください。で、撫でていただいたら目全体をこのように覆っていただいて、先ほどと同様です、耳の付け根に触れてくる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 と回していってください。で、回し方も、強さも先ほどと同様です。そんなん全然強くなくていいです。強い刺激にしてしまうと逆に興奮してしまうので、興奮しない方がいいです。特にこの眼精疲労は興奮系の刺激によって出ていますので、それを抑えるですね、副交感神経に入れた方がいいので、なるべく弱くするようにしてください。で、続いてですね、今度はここです。先ほど言った耳の上に上耳介筋って筋肉があるんですけど、そこの要は耳の真上をサッ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 と撫でてください。そこが対象です。次は
で撫でていただいたら耳の真上に触れていただいて、今度は耳たぶじゃなくてこの耳のこの何ですかね、上の方と言っていいんですかね、耳全体を掴んでいただいて、で耳を全体をくる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 と回してください。でこれもここに触れてるところにささやかな振動が伝わるぐらいでいいです。で3つ目なので最初から感じてもらえるは一番いいんでしょうけど、この3つ目ぐらいになるとだん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 触れてるところの手とかその側頭部に温かさとか柔らかさを感じると思うので、それを感じながらするようにしてみてください。それが感じられない場合は多分強いと思うので、回し方とか触れ方が、ね、温かいとかそういうのを感じながらくる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 と回していきましょう。で今度はここから後ろです、後頭筋といって後頭部をこういうふうに撫でてください。上から下ですね、後ろにさささっと撫でていただいて、もうこれ撫でれば OK ですね。撫でていただいたら後頭部にピチャッと手を当てていただいて、また耳たぶです。で触れてくる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 ですね。でこれも同じささやかに揺れを感じるぐらい、もう感じるか感じないかぐらいの弱い力ですね。ただ温かいとか柔らかいとか軽いとかそういう弱い刺激ながら触れてることによってそういう感覚が出てくると OK です。そうすると揺れ方もできてるし触れ方も OK です。で今度は後耳解筋、最後ですね、この耳の後ろのエリアになるので、後ろをこのようにサッ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 と耳の後ろに向かって、耳から後ろに向かって、耳から後ろに向かって撫でていただいて、でこれも同じ耳の後ろにピチャッと手をこのように当てていただいて、耳です、耳のところを持ってくる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 と回していってください。くる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 ですね。で OK です。でこれで元に戻っていただくことによって比べてもらっ、こういうふうに比べてもらった、その明るさだったりとか、目をつぶった時、目つぶってこうしてもらうとやった方が文字通り軽いと思います。やってない方はちょっと重く感じるっていう風に、かなりその眼精疲労ですかね、特に目の疲れ、先ほど言ったみたいに、パソコンを見てる人って実は食いしばりなので側頭筋がかなり硬くなってる、プラス最近はそれにプラスマスクなので、そうすると後頭部から側頭部に向かっての緊張がかなり大きいので、眼精疲労でそれにプラスしてそこから来る頭痛なんかも最近結構増えていますので、これを休憩時間にするぐらいですかね。パソコン業務が本当に長い人とか多い人であれば、できれば本当に1時間に1回とか2時間に1回多分休憩を取られると思うので、その1時間とか2時間に1回のその5分程度の休憩の時に軽くこういうケアをして、水分補給だったり間食の栄養補給だったりっていうのをしてもらうことによってかなり状態が良くなります。今言ったみたいに気をつけるのが、ケアをするのはもちろん大事なんですけど、ケアにプラスして変な話栄養と水分を持ってきてないとやっぱりすぐ硬くなってしまうので、そのケアに水分に栄養にっていうのはかなりその休息の要素としては重要になりますので、そういうのをうまく組み合わせながら、していただくことによってかなり改善されると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。はい、以上です。ありがとうございました。